いどうもビッグマジックのドラ太郎です。水曜日の恒例売上枚数ランキング、ビッグウェブの今週の売上枚数トップ3をグーヤンのコメントとともにご紹介。ここしばらくは指輪物語のカードが大人気、先週も3枚すべて新カードでしたね。これだけ長い間新段カードが占めるのも珍しいです。そろそろ既存カードの逆襲は始まるのか、早速チェックしていきましょう。第3位、火の中へ投げ捨てる。一つの指輪対策カードは今週もランクイン、なかなかのロングセールですね。まだまだ売れ続けているのでトップ3とはいかずともトップ10くらいにはしばらく残り続けるんではないでしょうか。第2位、カザードドゥームのトロール。ランキングの常連である基本都市サイクリング持ちのカードから今週は黒がランクイン。このカードはレガシーで4枚使うデッキが出てきたのでその影響だと思います。一緒に再活性と死の会を買った方も多かったです。そして第1位、多くの弓使い。発売後ありとあらゆるフォーマットを騒がしているカードが1位でした。今まで在庫がなかったのですが復活した瞬間売れ続けてもうすぐなくなりそうです。在庫があれば来週もランクインしてきそうな勢いですね。7月10日、7月17日集計分はこのような結果になりました。ほぼ不変なメンバー、基本土地サイクリングは続々と結果を出していってますね。最小限のマナでインスタントタイミングに妨害されにくい土地サーチ、ハマるデッキであれば使われるのは当然といえるでしょう。そして並びは変わりましたが1位と3位は長くランクインしているこの2枚、多くの弓使いに至っては入荷状況で順位が変動するというものがあったら売れる状態になってますね。この動画を作ってる時点でもうあと数枚しか。来週のランキングは果たして流れを変えてくれるのか、数日後にフルスポイラーとなる統率サマスターズの影響に注目です。良い子のカードは概要欄のランキングコーナーのリンクからご覧いただけます。よければそちらも見てみてください。本日の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が参考になったよという方はぜひチャンネル登録高評価をお願いします。それではまた来週のランキングをご期待ください。バイバイ。